行います。赤コーナー30戦29勝17 KO 勝ち1敗118パウンド亀田所属、元 OPBF 東洋太平洋フライ級チャンピオン、元 WBA 世界ライトフライ級チャンピオン、元 WBC 世界フライ級チャンピオン、WBA 世界バンタム級チャンピオン、なにわの刀剣亀田刀剣、勝てば通算30勝目、華やかな形で節目の勝利を飾ることができるか、亀田光輝です。青コーナー37戦36勝19 KO 勝ち1敗117パウンドタイランドチャレンジャー WBA 世界バンタム級8位、パノムルレックカイアンハーダオジム。フライ級の時代は世界ランク1位を長らく守りました。ようやくバンタム級で得た世界初挑戦のチャンスです。パノムルンレックカイアンハーダオジム、 WBA 世界バンタム級タイトルマッチ、亀田光輝6度目の防衛戦です。ガルシア、同じくジャッジ韓国マイケル・リー、同じくジャッジオーストラリアデレク・ミルハム、レフェリーアメリカラウル・カイズ。亀田光輝の地元大阪府立体育会館、 WBA バンタム級タイトルマッチ、亀田光輝6度目の防衛戦、パノムルンレックカイアンハーダオジムとの一戦です。これまでにバンタム級は5度防衛しています。暫定チャンピオンのウーグルイスを倒し5度の防衛に成功し、一つ大きな山を乗り越えた亀田光輝にとって、もう一つ乗り越えなければいけないのが対サウスポー、そして唯一敗戦を喫したポンサクレックウォンジョンカムの弟子でもあります、パノムルンレックカイアンハーダオジムです。共にサウスポー、右のジャブを出していきます。一つ鍵になるのは右のジャブになると語っていた亀田光輝です。まず鬼塚さん、はい、この対左、本来なれば右引きに対しては左は有利になると言われますが、その左の亀田光輝が対左と戦った時に、はい、その部分がどう出るかですよね。そうですね、やっぱり長い距離というサスポーという利点生かせないので、はい、左のストレート、はい、はい、右のジャブうまく使い切れないと、そうですね。パノムルンレックは得意にしているのはボディ、右のボディも左のボディストレートもありますが、現在左のボディストレートをまず伸ばしてきました。佐藤さん、はい、このパノムルンレックカイアンハーダオジム、ポンサクレックウォンジョンカムの同じジムで学んでいる、いわば弟弟子にも当たる選手なんですが、はい、立ち上がりの印象、そしてこの亀田光輝に向かっていく姿勢など含めていかがですか。そうですね、やっぱり年齢ももう29歳ですし、キャリアも非常にありますんで、非常に立ち上がりからもう落ち着いた感じがしますね。チャンピオンの亀田光輝は黒のトランクス、黒いグローブです。挑戦者が青いグローブに白いトランクスに赤いラインが入っています、パノムルンレックです。元世界チャンピオンのお二人、鬼塚克也さん、佐藤修さんの解説でお伝えしています。モーションは少し見せただけ、右を打つぞと見せかけた亀田光輝、左ストレート。鬼塚さん、はい、対左と戦うときにはおそらくノーモーションの左よりも右を打ってからの返しの左と、こういうパンチが効果的になるだろうと亀田光輝は話を言ったんですが、そうですね、はい、ノーモーションも相手に対して目くらましみたいな感じになるんですけど、今日はよく右を使って踏ん張ってパンチを打ってほしいですね、はい、今日のレフリーはアメリカのラウル・カイズです。ジャッジはアメリカルーベン・ガルシア、韓国マイケル・リー、オーストラリアのデレク・ミリハムです。リフリーはジャッジには加わりません。ジャッジの3人によって採点がつけられていきます。右ボディ亀田光輝、右ボディはフックで打っています。もう一つ右構え左構えにしていますので、右の肩の方が前に出ている相手には、佐藤さん、はい、チャンピオンの亀田光輝は右のボディがいつもよりは当たるだろうとこう見てますね。あ、そうですね、はい、やっぱり
私たちいわゆるオーソドックスですね、右構えでいうと左ボディが当たりやすい位置ですね、はい、前に出てま す, そうです、ね、はい、なのでそうですね、右ボディが当たりやすいと踏んでるんじゃないでしょうかね、はい、右ジャブを伸ばしていきました。カメラ光輝です。今ジャブからあの、はい、アッパー気味の力を上げるのはいいですね。右アッパー、はい、ジャブの使い分けもいろいろとやろうと意識してますね、はい。この第1ラウンドはどのような入り方をしたのか、後ほど藤田さん、佐藤さんにも伺っていきます。第1ラウンドが終わりました。 WBA 世界バンタム級タイトルマッチ、両選手の戦力系で決勝、カメラ光輝、6度目の防衛戦、大阪府立体育会館です。鬼塚克也さん、佐藤治さんの解説でお伝えしています。第1ラウンドの入り方は鬼塚さんどうでしたか。佐藤、そうですね、あの亀田選手やっぱり、はい、サスポに対して苦手意識があると思うんですよね。だから早いラウンドでやっぱりこう感触をつかもうという意識は見られてます、いやいや慎重に入ることも多い亀田光輝ですが、佐藤さん、はい、第1ラウンド課題としていた、そして今日のポイントになると言っていた右のジャブあるいは右のアッパー出してましたね。そうですね、いいと思いますよ、はい、基本的なあの攻撃、ジャブから組み立てて左ストレートという、はい、基本的なあの攻撃が当たっていくと思いますね、はい、立ち上がりいいですよ、はい、前回のタイトルマッチ5度目の防衛戦になったのが去年の12月4日、暫定チャンピオン亀田光輝が怪我をしていて試合防衛戦を行うことができない間に暫定チャンピオンになっていたウーゴロイスとの王座統一戦でした。鬼塚さん、その時には慎重に入って、はい、そして相手に勝つこと、これを最優先に考えていましたが、今日の入り方はちょっと違うような感じですね。そうですね、最近のやっぱ亀田選手の戦い方はやっぱり打たせないが一番、鍵にしていると思うんですね、だから今回はやっぱりこうせっかくにパンチを当てようという意識が見られますね、はい、懐に入りました、はい、距離が縮まりました。土井さん、はい、赤コーナーサイド大輝選手、トモキ選手に話を聞きますと、いつも以上にリラックスして今日はお兄ちゃん入ってるなという話をしてますね。 そして上下しっかりと散らせているので、はい、これをしっかりとこの後も続けていこうと、そういう2人の指示が出ています。顔面あるいはボディへと散らしているという、そのこれまでの入り方、亀田大輝、亀田トモキ両選手の話、日体操アナウンサーでした。右服カメラ攻撃です。ハノブルレッグワンツーでもう一回左ワンツーの後ガードされたと左打ってきました。右ボディ今カメラ攻撃、そして返しで右を打ってきたのがパノブルレックです。やっぱりお互いが向き合っているのがちょうど相撲でいう相四つになりますんで、鬼塚さん、はい、両者のパンチが当たりそうな雰囲気が出てます ね、はい、左ボディストレートはパノブルレックでしたが、カメラ攻撃も左のボディを返しています。左ストレートノーモーション、リューク特にお互いのストレートのパンチはやっぱり、はい、当たりますね、はい、懐入った右ボディ、パノブルレックも右を返しますが、左アッパーはカメラ攻撃です。左アッパー接近戦からもう一回カメラ攻撃、右アッパー、左アッパーの後右アッパーは佐藤さん、はい、いい当たりでしたよ、コンパクトで、はい、ただパノブルレックも同じ距離でアッパー返してきました。何か似た者同士で勝ちになってきましたね。鬼塚さん、そうですね、なんかお互いやっぱりK を意識するのか、はい、ちょっと足の踏ん張りをしっかり持って戦ってますね、はい、お互いにアッパーが当たれば今度パノブルレックもアッパー返すというように、お互いもらったパンチを返し合っているということで、何か危険な香りが漂っている。左右ボディはカメラ攻撃、いつも以上に佐藤さん、はい、エキサイティングな入り方をしたというカメラ攻撃ですね。そうですね、でまたサウスポー同士なのでやっぱり距離が初めから近い戦いになってしまいますので、はい、でもいいでしょう、この戦い方は、ただロープは背負いたくないですね。なるほどね、今のような、はい、右にどんどん回って、ロープを背にしたくないですね、はい、そのあたりは鬼塚さん、今までやってきたカメラ攻撃の足を使ったいわゆる相手をリードする戦い方、こういうのも使い分けが必要になってくるということでしょうね。そうですね、パノブルレック選手やっぱり圧力あるんでね、はい、調子乗せない方がいいですね。左アッパーはパノブルレック、はい、右アッパーから左アッパー、今の左アッパーわずかに捉えながらと上から抑えてくるようにパノブルレックもパンチを打っている。左ストレート、カメラ攻撃、左より押し当たった、右を返したらこれ第2ラウンド終了、ニヤッと笑ったカメラ攻撃です。世界初挑戦のパルムルンレックのアッパーも当たれば、亀田光輝のアッパーも当たるという第2ラウンド終盤の激しい打ち合いがありました。リングサイドの赤井秀勝さん、はい、ここまでの入り方どうでしょうか。いや足も手もスピードがあって、ボクセンいいですよ、はい、でもね、ここまでパノムルンレックの、はい、今回パンチ嫌ですね、だからちょこ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 当たり合うのは、それだけ赤井さん、パノムルンレックも前に来てるという感じがあるんですね、硬いパンチを打つ選手ですよ、はい、ジャブが伸ばしてきたのはパラブルレック、同じようなジャブを打っていきたい亀田光輝、リングの中央です、黒のグローブ、黒いトランクスの亀田光輝、右落ちました、パラブルレックも右を返していきます。合わせ鏡のように、佐藤さん、はい、第2ラウンドはお互いのパンチがどちらかがアッパーが当たればどちらかがアッパーを返すような、そんな戦いになってきましたね。そうですね、まあ、このショートの打ちは非常にいいんですけど、やっぱりより
あのコンパクトなショートの、はい、あのパンチを打っていきたいですね、お互いのジャブが突き合った。お互いはあの、はい、サウスポー同士ということで、あの距離が近いんでね、もう本当に KO の、 あのシーンが生まれてきそうな非常に展開、そうですね、身長では 5.5 センチ亀田光輝の方が上、リーチも 6.5 センチ亀田光輝の上ですが、お互い何かそんな差を感じさせないぐらいの接近戦になっています。左2つ亀田光輝、右フック、パナムルネックもその間に左を返しています。右ジャブを伸ばしていきました。チータ右ボディ亀田光輝。土井さん、はい、青コーナーのパノムルネックサイドですが、立ち上がりのラウンド 1,2 ラウンド非常にいいという評価を受けてますね、アッパーに特に気をつけて上体をもう少し振って、はい、パンチを続けて出していこうという指示が出ています。上体を振ってほしいという杉山真也アナウンサーからあったパノムルネックサイドのアッパー、左アッパーはパノムルネックです。あの左アッパーはちょうど鬼塚さん、はい、カメラ光輝が唯一敗戦を喫したあのポンサクレックオンジョクムが得意にしていたアッパーに似たような感じがありますね。そうですね、はい、あのちょっとコンパクトに打ってくるジャブが、はい、アッパーが分からないようなパスですよね、あの時にはポンサクレックに対してカメラ光輝はガードを高く上げていたんですが、佐藤さん、はい、その間から入れられたアッパーというのがカメラ光輝を苦しめてきました。そうですね、正面から、はい、あの打たれた攻撃ですね、はい、この形佐藤さん今はいいですね、はい、どうですか、抜かるんですか、これはいいですよ、あのカット3真ん中入れないようにしてますし、はいはい、今のようにスウェイや、あのダッキングウィービングを使って避けていきたいですね。先ほど佐藤さんがロープに背にしてはいけないと言っていたんですが、今のは誘い込んでいるということで先ほどとは違うわけですね。そうですね、動いて、はい、あの状態で動いて避けてましたからね、はい、懐入ろうというところにパナムルネックが左を打ってきました。お互いにまだ距離の探り合い、あるいは相手のいいところを消し合っていくというような感じです。リング上向き合っています。残り30秒という第3ラウンド、下がりながらカメラ光輝左を見舞うというところ、両者のパンチは当たりません。振っていくパナムルネック右ジャブ、これはガードしているカメラ光輝、チャンピオン6度目の防衛戦、左から入ってもう一回左を当てようとしたところバランスが崩していますが立て直しています。カメラ光輝右ボディ、カメラ光輝お互いにボディ持ち合い、何かが当てれば何かを返す。そしてカメラ光輝が頭を下げるとパナムルネックを上からリーチ、さあ身長差を感じさせない上から切ります。第3ラウンドが終わりました。第3ラウンドのパナムルネックカイアンハーダオジムの見舞った左アッパーです。パナムルネックも佐藤さん、世界初挑戦ですが非常によく手が出ている上々の入り方ということでしょうか。そうですね、あの非常にアグレッシブでチャレンジャーらしい、戦い方でいいと思いますよ。パナムルンデックカイアンカーナオジムはポンサクレックモンジョンカムと同じジムであり、その後輩です。かつてフライ級で世界ランクの1位を長らくキープしていました。カメラ光輝もフライ級にいた時のランク1位の選手でもありました。したがって鬼塚さん、はい、フライ級から階級を上げバンタム級で今世界のタイトルを争うという、お互いサウスポーですし元フライ級から階級を上げているという非常に似通った競技なんですよね。そうですね、あの戦い方もやっぱり、はい、あのプレッシャーかけて戦うという似通ってますよね、なんかあの佐藤さん、はい、向き合っているという言葉がぴったりくるような2人がずらさない、相手のいいところよりも自分のいいところを出そうじゃないかという感じにも見えてきます。そうですね、でこういう選手はチャンピオンとして、はい、あの堂々とはチャレンジャーを迎える素晴らしい戦い方だと思いますよ、もう逃げない戦い方というか、はいはい、ただ今は動きの中では鬼塚さん、はい、空振りに今のパンチは終わりましたけれども、一旦当てた右服、これは軸をずらして外から入ってきましたね。そうですね、はい、パノネック選手はやっぱり、はい、一発一発重たいんですよね、回転力でカメラ選手が勝っているので、はい、それを生かしてほしいですね。なるほど、生かすにはそのスピード、はい、回転力、ね、はい、あと強弱、動きの左ストレートパノネック、はい、ガードの中から打ってきましたパナムルネック、もう一回左ストレート、これは怖い佐藤さん、あの左を伸びてきますね、パナムルネック左ボディ、もう一回左ボディ、この左のボディストレートは得意ですからね、はい、これまで数々の相手をボディの右あるいは左で苦しめてきたパナムルネックです。頭をかいくぐって中に入ろうとしたカメラ投手です。かつてムエタイの経験が10歳からあって、リングには200戦以上戦っているというパナムルネックです。2004年からこのいわゆる国際式のボクシングに変更しています。右ボディはカメラ光輝、左ストレートに対して左ストレートをカメラ光輝、左アッパー返しています。そしてパナムルネックのアッパーはガードしています。右アッパー返したのはカメラ光輝、入った右ボディ、あの特に接近してからは水川さん、右ボディをカメラ光輝よく出します。そうですね、はい、右ボディ、あとアッパーフックと、はい、うん、細かいパンチを打ってますね。いつも以上に相手が出てくるのを待ち構えるカウンターのスタイルではありません、カメラ光輝です。
右フック、右ボディはカメラコール、離れたパナムルンレック、今度はロープに背にしたパナムルンレック、それ右ボディ左ボディ右ボディ2つ、今の上下の打ち分け良かったですね、はい、佐藤さんのおっしゃったのはいわゆる顔面、そして今左ストレートを伸ばしましたがボディへの打ち分けですね、はい、左右のボディも良かったですよ、背もそのボディもう一回左ダブルでと言いましたトリプル、そのボディも左も右も佐藤さん出ましたね、そうですね、右アッパーボディ左アッパーボディと、はい、あの右ボディは水田さん後々聞いてきますか、そうですね、正面向いてる分、はい、サイドに出てる右ボディがすごい生きてますね、サイドに出てる右ボディ、はい、左アッパーバランス気にしたところに満ちました、カメラ動きの左アッパーです、やっぱり今までの試合に見せてないあのコンパクトな左アッパーから右のボディ、はい、いいですよ、カメラ後期の鼻から血が出ているのが確認できます、カメラ後期も出血をしています、最後はガードを固めた第4ラウンドです、第4ラウンドこの試合初めてパナムルンレックがロープを背にしました、右ボディ左ボディそして右ボディを2つ、この後もう1回左をトリプルで打っていくというシーンもあったカメラ後期です、左のアッパーが顔面を捉えているカメラ後期ですが、この後カメラ後期も鼻から出血を見せています、試合は第5ラウンドに入ります、カメラ後期6度目の防衛戦 WBA 世界バンタム級タイトルマッチ大阪府立体育会館カメラ後期の地元で行われています、今度は一転して距離を取っていきましたカメラ後期です、ラウンドの5との入り方も佐藤さん、はい、ちょっとずつちょっとずつ変えてきますね、そうですね、やっぱり打ち合ってばかりでそれにずるずる引き込まれてしまいますので、はい、やっぱりここでメリハリもつけたいですね、はいはい、左ストレートを伸ばしていきました、もう一回離れていくカメラ後期、今度はガードをしっかりと高く掲げる形に変えています、これはガードの上からパナムルンで左アッパー、これもガードしています、ワン・ツーはガードの上、これは大丈夫というようにぐるぐるっと手を回したカメラコーチ、右ボディ打っていきます、左アッパーカメラコーチ、3連発の右ジャブを伸ばしてきました、ジャブの差し合いになる可能性があると言っていたカメラコーチですが、ジャブの手数からすると水川さん、パナムルンレックの方が上ですか、そうですね、パナムルンレック選手の方がやっぱり出してますよね、はい、はい、あれはあまり出させない方がいいですね、はい、あのジャブが出るとやはり佐藤さんリズムができるということでしょうか、そうですね、やっぱり的しっかり打たれてますから、はい、やっぱりリズム乗ってきますんで、はい、あれは出させたくないということですね、カメラ国際では、堀さん、はい、このあたりパナムルンレックやはりですね連続ジャブから常に自分でプレッシャーをかけに行くというのがしきりに指示として飛んでますね、そういうことでしょうね、自分からプレッシャーかけに行くというパナムルンレックサイド、堀さん、はい、一方赤コーナーサイドのトモク選手は接近戦でいけと、その中からボディを打ってその返しでアッパー、これだという話ですね、ボディからアッパー、この距離はそうしますとカメラ智樹選手3ラウンドの智樹からすれば鬼塚さんちょっと離れすぎ、もっとついてほしいということでしょうかね、そうですね、相手からこうジャブを使われてこう、はい、押される形じゃなくて自分からくっついていくような形にしたいと思うんですね、はい、ジャブが当たる距離は嫌だということですか、そうですね、あの接近戦の回転力がカメラ選手の方があると思うんですよ、はい、だからそれをもっと活かせということだと思います、はい、入り方を変えてきたカメラコーチですが、弟トムキからすればもっと入ればいいのにというようなアドバイスです、懐入った左、もう一回右ボディがカメラコーチです、あのジャンプやっぱり状態を起こされない方がいいですよね、はい、状態を起こされてしまうとやっぱりこう相手リズム作らせるんで、はい、ナイス、今みたいなコーチですよね、はい、で佐藤さんボディということですね、そうですね、この回転右フック、この回転スピード、これを生かしたいカメラコーチ、軸をずらして左から、何回今の左アッパーが当たればということですが、鬼塚さん攻め自体は悪くなかったということですね、そうですね、はい、あの一発で決めるというよりも2発3発目で決めていくというパンチですよね、はい、対右の時には左をノーモーションで打つ、つまり待ちの姿勢カウンターになることが多いんですが、今日は左を出したら右をともう一回左が出るという連打が見られています、でくっつけばアッパーからサイドに右のサイドにすぐ出てるという、はい、頭ずらしてますよね、6度目の防衛戦第5ラウンドが終わりました、このパナムルンレックにアドバイスを送った17度の連続防衛記録、フライ級での世界記録を持っているポンサクレック・ウォン・ジョンカム、そのポンサクレックは亀田光輝は重いパンチではなくテンポで技で勝負スタイル、勝負するスタイルと、で私自身がその日はたまたまテンポがよく技で上回ったので、つまり弱点らしいものはあまりないというふうに今作このパナムルンレックには語ったということです、
ただしこのパナムルンレックはそのポンサクレックがカメラ光輝に勝った試合を見て、カメラ光輝のパンチはあまり強くないと、だからこそ自分は入っていけると、カメラ光輝が距離を取らなければ打ち合いたいと言っていました。今日はそのパナムルンレックのイメージにも近い試合にはなっています。バランスを崩しましたが、これはパンチをもらったものではありませんでした。左フック、パナムルンレックです。懐に1回飛び込んでいきました。レフェリーのラウル・カイズが青コーナーで一旦指示を受けています。青コーナーの確認が取れました。さていよいよ試合は半分の第6ラウンドになろうとしています。12回戦で行われます。左ストレート、右フック、カメラコーチです。パナムルンレックもプレッシャーをかけています。右ボディはカメラコーチ、左の右2つカメラ攻撃です。左ボディ、左アッパーパナムルンレック、右2つカメラ攻撃、左アッパーカメラ攻撃です。鬼塚さん、この後試合を大きく動かしていくのはどんなところが要因と考えられますか？そうですね、今みたいなあのカメラ選手がやっぱサイドのこう頭の切り替えですよね、はい、そういう柔らかいボクシングをしてもらいたいですね。柔らかいボクシングですか、はい、右ボディ、タナムルネック選手はやっぱり圧力があるんでね、はい、うん、ただこう柔軟性はあまり感じないので、はい、うん、ここは柔らかく、状態柔らかく、この選手、柔らかくするということは、相手のまっすぐなプレッシャーに対して軸をずらして、外から打てるということですか？そうですね、はい、正面からすぐサイドに頭をずらすということですね、はい、うん、今の右ボディは佐藤さん、その軸をずらすことによって生まれるパンチということにもなるわけですね。そうですね、右に入って、はい、右にずらして打ってますね、はい、いい攻撃ですよ、はい、リングの中央、両者です。カウンター左から右フックというカメラ攻撃です。入った懐、右ボディ、この右ボディが伏線になっていくか。カメラ攻撃、左のジャブ、いや失礼、右のジャブの打ち合いです。お互いに相手が肩を許せば今度はこっちも揺らすぞという、パナムルンレックが先に動けばカメラ攻撃も同じように動きます。いや、カメラ選手もやっぱりやるかくやるかくって軸をずらそうという意識ですよね。右フックは今のパナムルンレックです。佐藤さん、今の右は？そうですね、でもガードの上からでしたんで、はい、そんなにダメじゃないと思いますよ。見栄えがいいのはパナムルンレックのパンチ、ガードの上からでも手数を出していきます。右ボディ、そして右はストレート気味に打っていきました。ロープを背にした相手を呼び込んでいるかカメラコーキ、それともパナムルンレックがそれを押し切るぐらいのパワーがあるのか。もう一回リングの中央に戻りました。一旦出た鼻血は今は止まっています。カメラコーキ、しかし右を当てたパナムルンレック。パナムルンレックの右のパンチの当て感、なかなか鬼塚さんいいですね。そうですね、あの肘から伸びてくるようなね、肘から伸びる、うん、スピードがあるっていうわけじゃないんですけど、はい、棒でつくような感じですよね。棒でつくですか。右はパナムルンレック自身はカメラ攻撃の方が上だと言っていましたが、残り10秒来たところで左ストレート、負けじとパナムルンレックも右を打っているという今日の試合です。試合の半分が過ぎようという第6ラウンドです。今日の試合第1ラウンドから有効に打っているこのカメラ攻撃の右ボディは第6ラウンドにもありました。相手をロープに背負わせて、相手がロープに近いところでのパンチです。前回の防衛戦、5度目の防衛戦になったのがウーゴルイス、暫定チャンピオンとの王座統一戦でした。その時には森塚さん、はい、ジャッジが判定割れました、うん、割れた中でのカメラ攻撃の勝利でした。つまりこのジャッジ WBA の場合には途中での採点の公開はありません。どのようにジャッジが動いているか両者ともに分からないという中での戦いですよね。そうですね、あの前回の試合は守りと攻撃がやっぱりこう離れている部分があったと思うんですよ。でそこら辺がやっぱり、はい、ジャッジつきにくいとかあった。今日は攻防一体なんでね、うん、それはもうお互いに言えることなんですね。お互いに、はい、となりますと佐藤さん、明確にポイントをつけるジャッジに対していい印象を与えることというのが後々必要になってきますね。そうですね、土井さん、はい、そのあたり赤コーナーサイド大輝選手が話していますが、ワンツーパナムルンレック右フックでした、はい、近い位置で接近戦ボディを打った後そのままその位置に足を置いてしまっているんだと。左のショートカメラ攻撃右フックです、はい、一旦離れて距離を取ってメリハリをもっとつけてポイント取らなきゃいけないなと、はい、後半戦はこの辺りに指示出しますね、はい、という日体操アナウンサーの指示がありました。鬼塚さん、右ボディはせっかく当たっているんだけど、はい、そこに位置づけちゃダメだということでしたね。そうですね、あの攻撃選手としてはやっぱりくっついてからのボディ狙いたいと思うんですよ、はい、そこまでの準備をもうちょっと、はい、右のジャブをつくなり右ジャブですね、入った右アッパー、カメラ攻撃、左アッパー、今日はあのアッパーは小さい円を描くような形で打っています。右ジャブの差し合いはパナムルンレック、パナムルンレックは佐藤さん、はい、じゃあのリーチはカメラ攻撃の上なんですが、ジャブに関して言うと伸び方があまりそのリーチさを感じさせませんね。そうですね、で
アコーチ選手が効いてなくてもそのガードの上から打たせるとやっぱりリズムに乗せますんで、やっぱ距離しっかり取りたいですね。距離を取る、あるいはもっと近づくか。そうですね、どちらかですね、中途半端な距離では出したくないですね、はい、で内側にも回りたいですね、サイドにサイドに回っていきたいです、はい、右ダブル2つ、はい、今みたいなパンチですね。そうですね、呼び込んでいきます。第7ラウンド入って右ボディ、左ボディです。高木選手としてはやっぱ入った方がパンチ当たりやすいとは思ってると思うんですよ、はいはい、ついた左アッパー。土井さん、はい、チャンレンジャーのパノムルンレックなんですが、指示としては非常に一貫してるんですね。とにかくブロックしながら前に自分で取れること、それからジャブジャブと、とにかくそのジャブについての指示が多いです。ですから杉山慎アナウンサーの言っていた青コーナーサイドの指示はしっかりパナムルンネックが実現しているというリング上です。プレッシャーをかけることも戦いの中での非常に大事なポイントとして挙げていますが、右アッパー佐藤さん、今のですか。はい、やっぱりあのショートのアッパーはいいですね、非常によく当たってました。カメラコロキの右アッパーでした。残り30秒切っています。第7ラウンド、くっついてからのパンチはやっぱりコーチ選手のアッパー、はい、あの左右ともに当たってるんですよね、ただやっぱ離れるとあのパナムルンネックで選手のジャブが出てるので、はい、思い切って右フックを打ってきました。ボディへのパナムルンネック接近してから自分のストロングポイントを出せるか。カメラ動き両者の右打ち合い、その後左を伸ばしてきたのはパナムルンネックでした。第7ラウンドが終わっています。鎌田光輝の WBA 世界バンタム級6度目の防衛戦です。リングサイドの赤井秀和さん、ここまでいかがでしょう。リードはしてると思うんですけども、はい、相手の細かいパンチが嫌ですね、下から突き上げるアッパーもらうのはちょっと、はい、でずっとあのファーストパンチは相手が打ってますんでね。ファーストパンチがパノムルンレックですか。はい、手数が多いのは、どうジャッジが見るかだと思います。はい、となりますと先手を取る何か必要な策ということもということですね。右のリードだと思います。赤井秀和さんが試合前から語っていた右のジャブが打てるかどうかということもあります。橋本大阪市を見つめているというこのリング上です。一旦鼻血が出ましたが今は止血が収まっています。そしてもらったパンチのダメージによる顔の腫れなども今のこのコーナーに座っているところでは確認できません。いよいよ第8ラウンド、試合は終盤へと入っていきます。パナムルンレックは左目の下あたりが少し赤くなっています。ワン、ツー、右ジャブ、左ストレートはカメラ光輝。このジャブファーストパンチを先に当てることができるか。右ボディカメラ光輝です。お互いのジャブの付き合い、ジャブの付き合いが今日の鍵になると言っていたカメラ光輝。左アッパー、6度目の防衛戦はハードに打ち合っている亀田光輝です。 WBA のライトフライ級のベルトを獲得した相手がファン・ランダイタ、それがサウスポー。それ以降サウスポーと当たったのが WBC のフライ級の防衛戦でした。ポンサクレック・オン・ジョンコン、そのサウスポーにも敗れたということで、ちょっと左への苦手意識があると言っていました亀田光輝です。それを払拭するために、そして敗れたポンサグレックの弟弟子に当たるこのパナムルンレックを倒して、それも乗り越えるための今日の試合。右ジャブ、入ってくるパナムルンレック、はい、やっぱりあの出せばジャブスピードあるんでね、的確に当たらなくてああいうふうに出した方がいいですよね、はいはい、出していくことで次につながる。そうですね、はい、右フック、パナムルンレックワン・ツーの後のスリー返しの右フックでした。佐藤さん、そうですね、いい投球でしたね。パナムルンレック右フックを払っていく、右の2つ、3つ、3つ目はカメラ光輝ボディに打ちましたが、逆にパナムルンレックも右フックを顔面に当てています。どちらかが一方的に当てるということではなくて、どちらかのパンチが当てればお兄さんが次に違う相手のパンチが当たるという感じになっていますね。そうですね、はい、ただゴリ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 取ってくるのはパナムルンレックです。予断を許さない展開は続いています。ガードした後の左ボディ、コーキ選手はやっぱりここ体で押される展開ではないですね、はい、ここは押し返すか体を入れ替えるか。そうですね、
リングの中央に戻りたいカメラ攻撃、ロープを背にしてもカウンターを狙っている間に相手がどんどんと出てくるのは嫌な展開です。片手をした、このラウンドではパナムルンベックの返しの右フックが当たっています。このラウンドはジャブも増えていたカメラ攻撃でしたが、それを殺しに来たパナムルンベックです。逆にパナムルンベック選手の方がやっぱり距離を潰しに来た感じですね。パナムルンベックから出てきたということですね。いよいよ試合は終盤へ、第8ラウンドが終わりました。再びカメラ光輝の鼻から血が確認できました。両者相譲らず、どちらかがパンチを出せば同じようなパンチを返していくという展開で、相打ちが見られた第8ラウンドは、この後右を打ったパノムルンレックに対して右ボディもカメラ光輝が返すという、ここがカメラ光輝の右ボディが当たったけれども、パノムルンレックを右のフックを返しているというシーンです。今度はコーナーに戻って椅子に座らず立ったまま、カメラ智樹の三男の声を聞いていたカメラ光輝。パノムルンレックは初めての世界タイトルマッチ、国歌を歌ったイマルさん、いよいよラウンド9第9ラウンドに入ります。鬼塚さん、あとフルラウンドまで戦えば4つのラウンドが残っていますが、はい、ここから必要になってくることはカメラ光輝サイド何でしょうか。そうですね、やっぱりここはちょっとメリハリをつけて、はい、明確にポイントを取るためにもですね、距離をちょっと変化つけてほしいですね。ちょっと、はい、パナロムレック選手にちょっと圧力かけられている感じがするので、はい、小林さん、はい、今鬼塚さんおっしゃったように、同じように智樹選手も話してますね。ちょっと同じ展開が続いているので、距離を取ったり足を使ったりして流れを変えていって呼び込むことも、まあ、アクセントつけることもちょっと必要かなと言って、このラウンドを送り出しています。日体操アナウンサーからあった三男智樹の声です。一方の佐藤さん、はい、パナムルンベックがこの潜在一遇のチャンスをものにするためには、残りの4つラウンド何が必要ですか。そうですね、このままコンスタンスに左アッパーかけて回転力を、はい、回転力をやっぱり上げていきたいですね。パナムルンベックはプレッシャーかけていくということですね、はいはい、戦い方はこれでいいと思うんです、はい、チャレンジャーは、はい、さらに回転数、はい、土井さん、そのあたりパノムルンレックですが、はい、今のところ陣営としてはポイントでは有利リードしているという見方ですね、顔にジャブ、それからボディにストレートと、ちょっと上下の内訳を意識しようというシーンです、はい、おそらくお互いに今日のジャッジ鬼塚さん、はい、どちらにという有利とも言いにくいような感じなので、お互いはお互い自分たちがリードしていると思いながらの戦い方ということになるんでしょうか。そうですね、やっぱくっついた時の回転力と細かいパンチは亀梨選手当たってると思うんですけどね、左ただこう圧力をずっとかけられて、今みたいにロープ、ここですね、このシーンですね、そういう見た目の部分でどう取られるのかなというのが、左から右のボディはパノブルンレック、もう一回右ボディパノブルンレック、左アッパー2つパノブルンレックです。またロープに詰めていく、ここはロープ体を入れ替えたいカメラ光輝です。この展開でもやっぱり挑戦者の方がやっぱり試合作っている感じがしますね。作っている、ここからカメラ選手一回こう、はい、足を使うなり、ちょっと変化をつけてほしいですね、はい、左アッパーカメラ光輝ですが、左アッパーもう一つ、ただその後パンチをもらってから佐藤さん手を出していくのがパノブルンレックですね。そうですね、ワンツースリーカメラ光輝右フックまでもらってからもやっぱり右に右にどんどん外に外に回りながら足も使っていきたいですね、はい、今みたいにコンビネーションでパンチ当ててから当たるんでね、はい、トーク選手そこからつなげてほしいですよね、はい、そこで終わらずに、はい、コンビネーション単発ではなくもう一つつなげる、そうですね、そのための動きですよ、はいはい、止まらず動き、下から突き上げてくるパナムルンレックに対して左アッパーを3つ打っていったカメラ、もう一回左アッパー、ただ左ストレートはパナムルンレック、パンチをもらえばパンチを返してくる挑戦者です。お互いの左ストレートと右ストレート気味、パラブルンレックの左、カメラ光輝の右が伸びていきました。第9ラウンドの終了終盤でした。第9ラウンド、カメラ光輝のパンチ回転数を上げていいコンビネーションはありましたが、鬼塚さん、はい、このパンチの後の
続けてのパンチということですよね。そうですね。こうしたいいシーンはあるけれども、うん、待ってしまうんですよね。はい。だからそこでつなげれば確実にポイント取れる、はい、ラウンドがあると思うんですけど、どうしてもそこで待つことによって相手にまた、盛り返しさせるっていう持たないラウンドにはなってます。三男智樹、そして次男の大輝、この3人と12月に恒例となっているカメラ祭りで3大タイトルマッチをやりたいと、そのためには2013年いいスタートを切りたい、内容的にも圧倒して勝ちたいと語っていた亀田光輝、同じサウスポー合わせ鏡の選手と向き合って打ち合っています。その中でパナムルンレックは圧力をかけ、そしてパンチをもらえばパンチを返してくるという挑戦者、それに対してどのようにゲームをコントロールし、そして相手を上回っていけるか。右のジャブは伸びていきました。残るラウンドは3つです。 WBA 世界バンタム級タイトルマッチ、亀田光輝6度目の防衛戦。今のジャブに左アッパー、鬼塚さんがうんと唸ってきましたが、はい、いいジャブですよ、中から。それやっぱりジャブを、はい、ストレートとフックと使い分けて打っていった方がいいですね。ジャブをストレート、フック、はい、はい、いろんなジャブの使い方ですね、はい、リングの中央向き合っています。パナムルンレック、カイアム・ハーダオジム29歳、亀田光輝26歳。亀田光輝は今日勝てばプロ30勝目、パナムルンレックはプロ36勝1敗です。兄弟子ポンサクレックと同じような偉大なチャンピオンになれるか、そして日本人キラーとして長谷田ポンサクレックと同じような道を歩んでいくのか、ポンサクレックと同じように戦いたと語っていたパラブルンレック。右フックは亀田光輝、亀田光輝が誘っている距離なんでしょうか。入っていきます。光輝選手としてはやっぱりメリハリつけようという意識はしていると思います。今のこの距離がそのメリハリのイメージなんですね。そうですね。ただこう、はい、やっぱり挑戦者の圧力が強いので、あえて距離を取ろうとしている、これがメリハリにつながるという鬼塚さんの見方、それを狙ってはいる亀田光輝です。左ジャブ、失礼、右ジャブ。今日このラウンド第10ラウンドに入ってから佐藤さん、はい、意識してジャブを亀田光輝打ってるんでしょうか。そうですね、ジャブ4つ、今も、はい、非常にいい手数でしたけど、はいはい、しっかり距離を取ってメリハリつけようとしてるんじゃないですかね、はい、ちょっと流れを変えようとしてると思いますね、はい、パナムルンレック最初1人ストレート、はい、踏み込んでいった亀田光輝、もう1回呼び込んでいく、そして相手がプレッシャーかけてきたところは距離を潰していきました。10、11、12、残るラウンドはこのラウンドも入れて3つ、ここまでは上のパンチを打っている第10ラウンド、相手のジャブに対して左を返そうという亀田光輝です。入ってくるパラブルネックに右ボディ、この離れてからのパッとこの、はい、距離縮めて入って攻撃で、左ストレート、パターンはいいですよ、はい、この離れるようになってから鬼塚さん、はい、左が当たってるようですね。そうですね、はい、カウンターも当たってますね、はい、うん、離れて入ってくる相手に左カウンターという亀田光輝の狙いは10ラウンド見られました。亀田光輝が10ラウンドに見せた動きから生まれた左です。佐藤さん、相手を呼び込んで打ってるんでしょうか。はい、そうですね、距離取って呼び込んで、はい、行ってますね。亀田光輝の左がパナムルンレックを捉えています。ポンサクレックがパナムルンレックに与えた指導としては、じっとしていないで動け、前に出たら打たれるんだということを語っていました。その言葉通りのようなラウンドになった第10ラウンドでした。残るラウンドはあと2つです。鬼塚さん、はい、その2つは両者にとって大事なラウンド、残り2つになりました、ね、そうですね、やっぱ亀田選手にとっては、はい、確実に取ってほしいラウンドですね、はい、第11ラウンドです。佐藤さん、はい、12ラウンドは両者ともに死闘を尽くす、最後の残る力を振り絞るということがありますので、この11ラウンドをどちらが取るかって非常に大きいですね。そうですね、ポイントになると思いますね。でまた今日は非常にコーツつけがたい、はい、打ち合いになってますので、
ジャッジが何を重きを置いて取るか。佐藤さんどうですか。そうですね、非常にやはりコーツがたいですね、はい、ラウンドマストシステム、各ラウンドごとに3人のジャッジが優劣をつけるように、10対9どちらが優勢というようにつけるようなことが奨励されています。そのポイントになるのはリングゼネラルシップ試合運びである、あるいはオフェンシブ攻撃的であるということ、そしてディフェンス能力、あるいはクリーンエフェクティブヒット、効果的なパンチの当たり方、この4つを加味してそのジャッジがポイントを振り分けていきます。どのジャッジが何を重きに置いているのか、これは非常に難しいところです。パナムルンレックが前にプレッシャーをかけていって先に手を出していく公正に見える動き、そしてカメラ後期は相手を読み込みながらカウンターというのが途中から見られるようになってきました。距離ができてもう1回入ります。右のジャブ当たりませんでした。距離が縮まった。ここから一旦離れるカメラ後期、カナムルンレック右ジャブ、右のフックはカメラ後期です。そしてストレート系のジャブを打っていきます。カウンターで左ストレートを狙っていたカナムルンレック、左ボディに打ってきました。カナムルンレック、カナムルンレック押されないというような指示を飛んでいます。やはり鬼塚さん、押されたくないというのがチャンピオンサイドですね。そうですね、細かいパンチ、コーク選手でも当たってるんですけど、はい、押されるとイメージが悪い、はい、振り回してきたパナムルネック。このラウンド佐藤さん、はい、チャレンジャーブルブル来てますね。そうですね、連打4打、5打、6打連続で打ってきました。いや、ここはやっぱ亀井さん、手数で負けちゃダメですよ、はい、当たらなくてもやっぱ手数で負けちゃダメです、はい、打ってこっちも手を出してるんだぞと見せたいところ、はい、ロープを背にしていますチャンピオン。左ストレート、パナムルンレック、パナムルンレックもしっかりとカメラコーキーへのパンチを当てています。手数、構成、この辺りを取っていきたいパナムルンレック。一方のカメラコーキーはクリーンを振ってヒット、攻撃的なパンチを狙っています。いや、ここで待つんじゃなくて、はい、先に手を出してほしいですね、はい、自分からいけるか。右はフックに打っていましたカメラコーキー、左ストレートノーモーション。いよいよ残る最終ラウンドへ、3分間のカウントダウンがこの後始まります。11ラウンドは挑戦者パナムルンレックがカメラコーキーをロープギアに追い詰めていきました。スローで見てもガードしているパンチもあるけれども当たっている、これが鬼塚さん、はい、見た目良くないですよね、いよいよ勝負を分ける3分間です。佐藤さん、はい、残る3分間両者にどんなことを期待しますか。そうですね、もうこれ互いに本当にどっちが取ってるか非常に難しい、はい、試合になってますので、もう互いにこのラウンドはもう外せないですね。もう取りに行ってもらいたいですね。取りに行く、はい、6度目の防衛戦、3階級制覇のカメラ後期、セゴダウWBA カット級8位パナムルンレックカイアンハーダージム、ファイナルラウンドです。激闘を誓うような抱擁の後両者が分かれる。右から入っていったカメラコーキ、押し切るかパナムルンレック、巻き返していくかカメラコーキ、ラウンドとしてやっぱりラウンドの前半はやっぱコーキ選手のジャブが当たりいいんですよね。ただ後半はスリップです、挑戦者の技が勝っているので、ラウンド終盤のパンチの方がジャッジの印象に残るとも鬼塚さん言われますね。そうですね、はい、先ほどのはスリップダウン、ダウンではありません。両者がつきました。残り2分になります。右両者、左から入ったカメラコーキ、カラブルネック左、これをかいくぐって懐に入る、
分30秒半分が過ぎようとしています。左ボディを打っていった田村航輝、パラボルネックに対して右フックは田村航輝、そして左ストレートを伸ばしてきたパラボルネック、もう一回左右アッパーはパラボルネック、左アッパーは田村航輝、ワンツーは田村航輝、左アッパーからワンツーでした。織塚さん、これを続けてほしいですね、はい、コンディションの回転力が速いんでね、うん、それも続けてほしいんですよ。ここで待たずに、手を出していけばその回転数もどんどん上がって自分のエンジンもかかっていくという感じですか。そうですね、はい、左アッパー、そして右、相手を佐藤さん受け身に回らせたいわけですね、はい、そうですね、ここからですね、はいはい、左を放っていきました田村航輝です。パナブルンレックもしかしこの世界初挑戦のチャンス、長らくフライ級でそのチャンスを待ちながらチャンスを得ることができませんでした。このバンタム級に階級を上げてそのチャンスを一発でものにしようという奮闘です。右入りながらの田村航輝、左ストレートはパナブルンレック、残り40秒切りました。ここは待たずに航輝選手やっぱり倒す気にしてほしいですね、はいはい、残り30秒、パラブルネック左ストレート、ワンツースリーフォーファイブシックス6連打、そして右フック田村航輝でした。パラブルネックもその連打の中で負けじと手を出していく、ポンポンと両手を叩いたパラブルネック。 WBA 世界バンタム級タイトルマッチ、田村航輝6度目の防衛戦、タイスファンスコーは1試合最後まで両者手を休めることなく12ラウンドが過ぎていきました。このタイトルマッチ勝者が決まるのは3人のジャッジペーパーによります。カメラ航輝6度目の防衛戦、パナムルンレックカイエンハードオジム世界初挑戦、3人のジャッジペーパーがこれから集められて集計が行われます。今日のジャッジはアメリカルーベン・ガルシア、オーストラリアデレク・ミルハム、韓国のマイケル・リーの3人です。ファイナルラウンドは鬼塚さんどうご覧になりましたか。難しいですね、やっぱ細かいあのアッパーとかのパンチは航輝選手当たってると思うんですけど、はい、やっぱりこう常に遅遅アグレッシブに出てるのはやっぱり挑戦者なんでね、そこら辺のこのジャッジの見方がどう取るかですね、はい、チャレンジャーは勝者を勝利を確信したような表情を見せながら、そして田村航輝チャンピオンとチャレンジャーが抱き合いました。10ポイントマストシステム、1ラウンドごとに優劣を10対9というふうに振り分けていって、それを最終的に集計し3人のジャッジどちらに勝者をつけているのか、1ラウンドごとの優劣です。全体の印象ではなくそのラウンドを一つずつ一つずつ取っていったかどうかです。集計が行われています。亀田航輝は6度目の防衛なるか、パナムルンレックは世界初挑戦でベルト奪取になるか。ジャッジルーベン・ガルシア、デレク・ミルハン、マイケル・リーの3者の集計が行われました。レフェリーのアメリカラウル・カエズのもとに WBA のベルトが渡されています。さあそのベルトがどちらに渡るか。WBA 世界バンタム級タイトルマッチ採点の結果を発表いたします。ジャッジルーベン・ガルシア115対113、亀田航輝。ジャッジデレク・ミルハム116対113、パノムルンレック。ここまで1対1。ジャッジマイケル・リー115対114。以上2対1の判定により勝者 WBA 世界バンタム級チャンピオン亀田航輝、僅差の勝利。6度目の防衛戦、サウスポー相手にわずかに上回りました。勝ちました亀田航輝選手に財団法人日本ジャッジは115対113、ルーベン・ガルシア、亀田航輝115対114、韓国マイケル・リー、亀田航輝116対113、パナブルンレックにデレク・ミルハムと3者で2対1というように分かれました。スプリットディシジョン、このポイント差を見ても鬼塚